久保さん、久保さんのやり方パクります。まあ、あの、まあ、今回なんか FX のね、あの、また再販っていうところで、まあ、その、まあ、前からちょっと思ってましたけど、うまいなっていうね <laughs>。実はその FX の教材を売って利益を上げるんじゃなくて、その回収していくっていうね <laughs>。回収するんだけど、払ってくださいよではないんですよね。残りの残金払えっていうような案内ではなく、なんだ。 あのー、そういう見せ方ですよね。だからすごくね、やっぱね、センスあるなと思いますね。だ僕もね、今後使いますよ。まだ使わないですけど、時が来たらそれ使います。なんで僕、商品いくらでも出せるんで、どういうふうにやるかっていうと、僕の場合は、ドリームアカデミアの本コース入ってる人は無料ですと。無料ですと。はい、だけど、ドリームアカデミアの本コース入ってない人はえ、有料で買ってくださいっていう、全部それになるかもしれないですね。そのうち。そのうち。<laughs> 全部それですね。僕が新商品出したら、全部無理ドリアマ。ドリームアカデミーの本コースの人は全部無料で、あの、入ってないとあ、ずっと買い続けないといけないっていうね。だからそれをね、そのうちやりますね。ただ今のリスト数だったりとか、客数、その、そのリピートだったりとか、そのすべてのトータルで考えると、それやっちゃうと僕、利益出ないので、今の客数だったらね。だから僕がもうちょっと客数増えたら、それできるなと思いますね。 うん、そう。まあね、あのー、そのうちそれやろうかなと思いますね。も,もしくは、まあ、あの無料ではないけども、まあ、1000円もらうとかね、5000円もらうとか、まあそういう形にしてもいいかなと思いますね。それだったら全然まあ大丈夫なんで、そう。だから1円ももらなくしちゃうと、まあちょっときついので、うん、そう。ただそれは客数が増えればね。 その本コース入ってる人から1円ももうもらわなくてもできるっていう客数がいればまあ通るかなと思いますねただ僕少ないんだよね当に。だに今回も久保さんあれですからねドリームアカデミアの入学願書のスタートしましたっていうクリック数なんぼだと思いますこれねちょっと待っていうだからね逆に言うと、まあ、まだ着金してないですけど着金もし全員したとするならば売り上げとしては契約ベースの売り上げとしてはなんだま,まあまあ立つわけですよ 120万で6、7人でしょだからまあ、800、900ぐらいだと思うんですよ。だから58クリックで、なんか900万売り上げです、みたいなね。こ <laughs> の異常ですよね。多分ね、これね、広告、広告で分回してる人からすると、ありえない数字ですね。58クリックで900万の売り上げっていうコピーもし作れたとするならば、これは異常ですね。<laughs> これは絶対無理ですね。 広告で分回して、そんなクリックで900万上がるとか100%無理なんで。うん。そう。だまあ、ちょっとまあ,あ、頑張ります。ただね、まあ、広告やっぱかけないと、客数は限界値はあるなっていうのはすごく感じますね。うん。だ、今年もね、新規のリストがなんぼな、100いってないんですよ、多分おそらく。まあ、これも計算しないといけないんですけどね。 多分新規でメルマガ登録した人が、もしかしたら50いないかもしれないぐらいの、僕はやってるんで。まあ、でもそれが相当濃いってことなんですけど。うん。まあまあ、あの、来年いろいろとまた施策を考えます。うん。はい。まあでもね、まあ一つ言えるのは、まあこれぐらいの規模感覚でも、ちゃんと売り上げは立つってことですね。ちゃんとやってれば。 だそれを逆に言うと、まあ、熟成さんにそれちゃんと言えるからいいなと思うんですよね。このクリック数でこれ出せるんだから <laughs>、それちゃんとやってる、濃くやってるからだよってう話で。うん、だそれはドリームアカデミアでも教えてることなんですけど、僕自身が現場でね、まあ、身,をも身をもって今回も、ね、体験してますけど。いやーもう、いや、いや、本当にね、いや少ねえなと思いましたね,、うん、ね。久保さん、逆にね、これね、面白いデータをシェアしておくんですけど、<laughs> あの <laughs> <laughs> 久保さんこれどう思いますっていう話なんですけど <laughs> まあ今年ね一番クリックがあったやつ今年一番クリックがあったのがランボルギーニを買いましたっていうのが174クリックなんですよランボルギーニを買いましたっていうのがクリック数174これが多分今年マックスっていうか過去最高かなこれはまあデータ取り始めてねランボルギーニを買いましたっていうのが174クリックあって え僕の本ちゃんのドリームアカデミア入学願書スタートがクリック数がうん58ですね <laughs> これはいやどげんかセンターかんですねどげんかセンターかんい <laughs> ってらっしゃい